どうもこの動画では先日行われたロードトゥー・ UFC 決勝の感想を話していこうかなと思います日本人2選手か鶴谷麗と原口真がねそれぞれフライ級とライト級でね決勝に出てきたわけなんですけどまあどっちもいい試合ではありましたよねうんまあでも明暗はね別れてしまったっていうところで早速話していきましょうかまずはフライ級鶴谷麗 VS 入手うん、この試合はね、まあ、やっぱ鶴やれ強いなというか、まあ、組ませたらね盤石だなっていうそんな試合展開で、まあ、序盤からやっぱ組の、ね、プレッシャーがあるんでどん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 圧かけてってで組んでって、ね、ケージギアの攻防めっちゃ肩パンチしてましたねポン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 してて、うん、あれ好きなんでしょうねあの肩パンチでね実際効かせることもねあったりもするんで まあ相手からしたらね、嫌がらせというか、うん、効果的ではありますよね。やっぱジャッジにもアピールできますし、何もしないよりはすごいいいなっていうのと、あとは近距離の膝とかもね、良かったっすよね。でまあ相手に一つ目はね、うまい具合に切られて、でそっから一発ね、あ、まあ、スタンドの攻防が続いて、一発左のパンチもらいましたよね。うん。ちょっと効いたんじゃないですかね、あれ。一瞬動き止まったんで。まあ効いたんか分かんないですけど、多分見えてはいなかった感じがするんで、 来春止まってねでもそこから相手が畳みかけてくることもなく逆になんかあの攻撃しようとした時にバランス崩しなんかなでそこに一気に鶴屋選手が組んでって強引にテイクダウン取ってで上から肩固め狙いながら相手がね半身になったところにバックついてあれは素晴らしい動きでしたよね上なってねやっぱ立とうとしたら絶対半身になるんですけどそこにすぐバックついてね四の字組んでパウンド打ちながら ちょっと高頭分にね入りそうで危なかったっすけど、うん、パウンドもでも重いっすよね鶴矢選手思いっきり振るんでねでその流れで得意のツイスターですよね結構ツイスター狙いますよね鶴矢選手で最後はあえてまた立とうとしたんかな立と,立とうとはできてなかったか、うん、なんかバックマウントみたいになってパウンド落としてレフェリーストップ鶴矢0の1ラウンド KO 勝ち、うん、4分59秒とかだったんで で相手もねまだそんなにグロッキーになってなかったんでね、まあ、正直2ラウンド目ちょっと見たかったなってのはありましたけどね、うん、やっぱ鶴矢選手の,そのスタンドの攻防、うん、もっと見たいなっていうところがあったんで、あれでまあ,止めまあ止めるかっていう感じではありましたけど、まだ強いのは間違いないですよね。でもまだ鶴矢選手なんか未知数だなとも同時に思っていて、これでじゃあ USC の本戦出たときに、レスリングに対応できるやつと当たった時がね、ちょっとわかんないですよね。 今結構、なんでしょう、ほぼ打撃ノータッチで組みに行くじゃないですか、もう結構ある程度距離が離れてても、まあ、自慢のレスリング力でなんとかすることが多いんですけど、それをでも対応できるやついますからね、USC はやっぱり。だこのほぼ打撃ノータッチでしとめるみたいなスタイル、対策される予感しかないなっていう気もしていて、<laughs> でそこまでね、やっぱこれまでの試合で強いやつあんまやってないじゃないですか、鶴屋選手。 まあ前線のクリマコが過去一強い相手だったかなとは思うんですけど、まあそれでもね、彼は誰だったっけな、堀内優真選手か、うん。去年、去年去年のロードとゥーユーシー、一昨か、うん、に出て,てたね、まあ、堀内選手に慶応負けしてる選手ではあるんで、あのクリマコも。どうなんかなってのはぶっちゃけ思いますよね。うん、国内でね、そんななんか、切磋琢磨して、鶴ア選手上がってったわけでもないんでね。 やっぱディープ抜けてパンクラス行ってやっぱディープに結構強いやつフライ級の選手たちが集まってる中で、まあ、そういう選手と一切戦わずにパンクラス行って、まあ、チャンピオンになって、うん、でロードと USC なんでだから国内いるうちにね福田竜也みたいな相手と、うん、戦う姿を見たかったなってのは正直ありますよねあのー、ね福田選手やっぱアーセンのレスリングも切れるぐらいのねこのステイクダウンディフェンス能力もあってで打撃も強い選手なんで 結構今のツールヤ選手相性的には良くない相手かなと思うんでそのレベルの相手にどんな試合できるのかみたいな結局それを経ずにね行ってしまったんで USC にだからどうなんのかなってのはすごい気がかりではありますけどね、うん、まあでもね何だったっけ海外での練習で今の USC のランキング2位ぐらいの2位か3位とかのアルバジとあとモカエフか、うん、モカエフをなんか圧倒したみたいなそんな話もあるんで 強いいい間違いないんでしょうけどでも練習としてやって全然違うと思うんでねやっぱ試合ってそんな打撃を思いっきり振ってくることはないと思うんでね相手の打撃力ってのは全然違うと思うんで練習と試合じゃそこでねなんかガチのなんか打撃強いやつレスリングに対応できる打撃強いやつとやってない経験はちょっと怖いなってのはありますよね対応されちゃうんじゃないかなっていう気が素人ながらに勝手に思ってますねう,ん、まあ、うるせえよって話だと思うんですけどね、まあ、ただの一ファンの意見なんで素人の なんかそんな気がするなっていう感想ではありましたね。強いのは間違いないですけど。で、あとね、ここから話変わるんですけど、USC のフライ級といえばね、あと堀口教授と朝倉海が行くんじゃないかみたいな話あるじゃないですか。うん、朝倉海はね、今、ライジンのまあバンタム級チャンピオンではあるんですけど、USC だとフライかなみたいなことを言っていて、うん、そもそもフライ落とせんの朝倉海。落としってなんか、あんまいいパフォーマンスできる気はしないですけどね。 朝倉海って多分普段から節制した上で7 0キロ弱ぐらいの体重だと思うんですよね。で一方やっぱ海外の選手って普段そんな節制してない中で8 0キロとかなんでだから実際朝倉海はねフライよりはバンタムのフレームなんじゃないかなって気はしますけどね身長もだって1 7 3ぐらいあるじゃないですかそれでフライの5 6 7キロリミットがきついんじゃないかなって思うんですけどねどうなんかな あんま朝倉会ってスタイル的にもなんかいっぱい体重戻してみたいななんかそんなスタイルがうまくはまる感じもしないんでパンタムの方がいいのかなと思いつつでもフライで行くって言ってるんだったらまあフライで行くでしょうからそう考えると日本人ね4人もまあ揃うのかってでも4人もとんのかなっていうのが結構疑問で、うん、だって u f c のフライ級ってそんなにまあ世界的にも人気はないわけじゃないですか てか一番人気なくて、まあ、パントージパンのね、SNS のフォロワー数とか見れば分かるんですけど、他のね、なんでしょう、うん、チャンピオンたちと比べるともう全然なんですよね。で、実際試合もまあ、フライ級だとね、早いんですけど、まあ、それほどね、他の階級よりもフィニッシュを期待できるわけでもないしっていうところで、日本人じゃこっから4人も取るのかっていう一番層が薄い階級で、あんまなんか想像できないというか、 特になんか、堀口教授の方がね、なんか取られない可能性がするなってのもちょっと思っていて。まあ、言うたらもうすでに現段階でまあチャンピオンクラスじゃないですか。まあ実際ね、ATT 行く前にね、もうすでに DJ までたどり着いてる男なんで。うん。それはまあ間違いなくまあ UFC でもまあ屈指のレベルではあるんですよね。フライ級だと。で、その選手を今からね、急に取って、で、取ったらね、もうほぼタイトル戦線に近いところといきなり当てるしかないじゃないですか。 ランク外のやつに堀口教授当てるって、そんな扱いの仕方は絶対できないと思うんで、まあ、名実ともにね、世界クラスの選手って考えたら、その雑な扱いはできないんで、多分前のね、チャンドラーみたいな感じで、1戦目でね、多分一1桁ランカーの選手とやって、もう次にタイトルぐらいの感じだと思うんですよね。下手したらもう一発目でタイトルあるぐらいの位置にいると思うんですよね、堀口教授は、本当に。そう考えると、取んのかなっていう。ダナハゲのね、考えだとやっぱもう、 朝倉海もフライで行くなら、お前ら来人で決着つけてから来いよみたいななりそうな気もするなっていう。どっちかだけな気もするんだよな、なんか、u s いフライ級で行くんだとしたら。堀内教授はね、もう、間違いなく適正的にもフライ級なんで、まあフライだと思うんですけど、結構朝倉海次第でね、なんかその2人の運命は変わる気がしてるんですけど、どうなんですかね、関係ないのかな、そんな。でも両取りってあるかな。なんかあんま現実的じゃないんですけどね。 そんな別に日本人を押していきたいとも思ってないでしょうからね。で、日本大会やりたいんだったら別にどっちかだけでもいい気もするんでね。どっちもいらんなって、なんかなりそうな気もするんで。これどうなんですかね。私はね、個人的に朝倉会がフライ級でやるならね、ライジンで3度目の決着、つけてから行けばいいんじゃないかなって思う派ではあるんですけどね。やっぱ朝倉会ね、かなりの間フライ級ではやってないじゃないですか。そもそも56.7で、 やってないんじゃないかな。キャッチウェイトぐらいの感じでやってた気がするんですけどね。そこまでは落としたことない気がするんで。かなり、少なくともライジン来てからは。序盤はね、フライに近い階級でやってたと思うんですけど、うん、56.7まで落としてないんじゃないかな、多分そう考えるとね、やっぱ朝倉海はフライ級で行くなら、一回やっぱライジンでね、うん、フライに落として試合するんじゃないかなっていうのがあって。で、一方、堀口教授の方はもうライジンですることはない気がするんで。 うん、そのまま行けばいいんじゃないと思いつつ、うん、でもどっちもね試合やらせるんだったら堀内教授にもライジンでまた試合やらせるんだったら,ら最後ね3度目の正直みたいなっていうのはある部分ではありますよね、うん、なんかねフライ級にそんな全員行かなくてもよくねってちょっと思っちゃうんですよねやっぱりなんか誰か取る気がするし、うん、なんか結果的に全員潰し合いになるならねどうなんかなとか思いつつ、うん、難しいよね本当にどうするんですかね 本当に難しいですけどなんかねやっぱ堀口教授朝倉会同じ階級ならライジンで一回やればってなんか思っちゃうんですけどね私は朝、うん、倉会がバンタムで行くならそれぞれフライバンタムの現役王者として行ってくれた方が熱いなと思うんですけどどうなるのかねっていうところが気がかりだなと思ったんで話してみました、うん、まあどっちも行かないかもしれないですけどねなんやかんやで校舎をまとまらずにやっぱ結構な額、うん、ライジンで結構な額2人とももらってると思うんですよね で、UFC って、そのファイトマネーがあんま上がるとも考えづらいんで、うん、なんやかんや交渉まとまらずに終わっちゃうんじゃないかなとかちょ,ちょびっと思いつつ、うん、まあでも堀口教授の方はなんか絶対行きたそうだなって気もしますけどね。うん、まあ私の勝手な理想では、堀口にはフライで行ってもらって、浅倉会にはバンタムで行ってほしいなっていう、バンタムの方が力発揮できる気がするんで、フライまで落としてやっぱ今の出力維持できないと思うんで、で、フライのやつら早いでし、 速さででやられちゃう気がするんでね前のアーチレッタ戦のなんかパンチのもらい方とか見る限り反応できない気がするんだよなやっぱ朝倉海フライだとパンタマの方が強い気がするんでうん理想はねこのままやっぱ平鶴屋がフライで頑張りつつ堀口教授はちょっと一足先に、うん、タイトル戦線一気に絡んで取れるのか取れないのかみたいな取れないんだったらその堀口の無念を晴らすべく平鶴屋が頑張ればいいし 俺口がもうそのまま取っちゃうんだったらね、平鶴屋は逆にそこ狙いに行けばいいっていう面白い構図もできるんで。で、一方、朝倉海はね、バンタムで、まあ、強豪たちとしのぎを削るその様俺は見たいなっていう、うん、そういう形ですわな。で、ちょっと話長くなったんですけど、次はライト級のね、決勝か、ロンュー VS 原口新、うん。この試合はね、やっぱ厳しいものがありましたよね。割と、まあ。 誰もが予想できる展開というかだってでけえもん、ロン中。ロン中、ウェルター級でもできるぐらいでかいやん、あいつ。そりゃきついよね。でも原口選手も気持ち見えたけどね。序盤からいきなり組みに行って、1ラウンド目何回テイクダウン行ったんだろうな。5、6回ぐらい行ってたんかな。もっと行ってたんかな。かなり組みに行ってね。うん、でね、実際テイクダウン取れたところもあるんですけど、すぐ立ってきますよね、ロン中。でけえもんだって。 で、打撃だとね、やっぱ相手のミドル、うん、あれもね、鋭いし、膝も危なかったよね、ずっと。で、立ち際のパンチとかね、うん、結構パンチももらってましたよね、右のパンチ。でも、原口選手、タフだな、っていうところがあってね。で、最後の1一回 E テイクダウンでね、肘を落とす場面もあったんですけど、うん、で、1ラウンドは結構ギリギリの展開で、まあ若干論中かな、みたいなところで。で、2ラウンド入ってから、完全にね、タックルに膝を合わされるようになってて、 うん、でもろにね、顔を当たりつつも、でも、組みに行ってみたいな、タイミングバレてるんですけど、頑張っていくっていうね、素晴らしいよね、本当に。でも、論中、打撃強えなっていう、右のハイキックとかね、蹴りうまいし、うん、パンチもね、右重いしね、で、2ラウンド目も落とした感じに見えて、で、3ラウンド入るとやっぱ、荒木選手、バテバテでしたよね。今日はやっぱ相手の方が体でかいんで、その圧でまず削れるし、あんだけタックルいったらね、そりゃ疲れるよね。 序盤やっぱもうねなかなかテイクダウン厳しいんで打撃振っててね結構原口選手のパンチもね当たってはいたんですけどでも力使いすぎててね綺麗はなくなってましたよね打撃のでタックル切られまくってで最後バッテバテでね、うん、タックルいったところに相手に上取られたんかな切られて上取られてでポコポコパウンド落とされてロンチューもねあのパウンド見る限り結構バテてましたけどね ほぼ腕上がんねえよみたいな感じに見えましたけど、でもやっぱりね、論中の方がまだガスが残ってて、で、最後はね、無理やりのバックチョークというかね、体がね、フレッシュな状態なら、絶対決まらんような形ではありましたけど、原口選手もね、限界超えてたんで、まあ、どうにもね、対応できずに、フィニッシュされて、論中の3ラウンド、1本勝ちと。やっぱね、論中、戦前の予想通り強かったよね。で、原口選手はやっぱね、 うん、フェザー級適正の選手なんだなってのを改めて思いましたよね。フェザー級というか、下手したらバンタムでもいける気もするね、フレームではありますけどね。まあ、ガチムチなんであれですけど、なんか頑張ったらね、バンタムぐらいまで落とすそうな気もしますけど、そうなるとでもあんま力発揮できなかったりもするのかな。うん、やっぱ今後はね、一旦フェザーで頑張ってほしいっすよね。これだけのね、パフォーマンス見せれたんだから、いけるでしょう。で、ロン中もね、UFC で。 すでに参戦軽減してる男ですからね。で再ね、再応募というか、再チャレンジっていうところで、うん、今回やっぱ気持ちもね、強かったと思うんで、うん、そこでね、やっぱやられちゃいましたよね。で、原口選手は、そう、次からはヘザー級。もう一回ロールトイいうし、ね、出れるでしょ。あんだけ気持ち見してくれたら。てか今回、そのままね、契約取れたりしないの。前の準決,準決勝じゃない、準優勝のやつも、なんやかんやでね。 あの契約勝ち取れたみたいな感じで風間選手もね中村倫也にぶっ飛ばされたものの USC 行ったじゃないですかそれと同じ感じで取ってもらえないのかなとかちょっと思いつつねフェザーだったらやっぱ全然やっていけると思うんでうんそこがねどうなんかなっていうところで、まあ、契約無理だったらもう一回ね今度はフェザーでチャレンジしてほしいなとそう思いましたってことでね、まあ、釣鶴屋礼はおめでとうと原口慎はまあ 残念だったったていうところで、うん、でもね、今回そのフェザーで出てたイージャーか、あいつに勝てるレベルかっていうと、まあ、結構まだ厳しい感じもするんでね、難しいところであるんですけどね、フェザーに落としたからといってね、勝てるかっていうとまあそんな甘くもないと思うんですけど、でもやっぱり自分の適性にねより近いところの方がベストを出せるというかね、まあ、相手の出力が変わってくると思うんで、うん、そうなるとね、やっぱ原口選手はフェザーで。 やっていけばいいんじゃないかなっていうところとあと鶴やレ麗はね本戦決めましたけどどうなんかなっていうまあ先ほどもね話しましたけどレスリングにね対応できて打撃戦をやらざるを得なくなった時の展開それがまだ一回も見れてないんでそこどうなるのかっていうでちょっとやっぱスタンドの攻防ではもらうシーンがねどの試合でもあるんで心配だなっていう、まあ、ノーランカーぐらいならね今の感じでも全然いけちゃうのかな でもね、うん、アルバジとモカエフを練習でボコったみたいなこと言ってましたけど、試合だと普通に負けちゃう気がするんだよな、今の感じだと。わかんないけどね、わかんないですけど、試合だけの動きしかやっぱ、ね、我々は見てないわけなんで、それ見る限りまだきついんじゃないかなとはちょっと思いつつ、まだポテンシャルの塊か、21歳だもんな。ここから打撃なんて、いくらでも上手くなるでしょうし、うん、距離感というか、 あの持ってるね、レスリング力と決めの強さってのはね、落ちようがないと思うんで、基本的に。うん、反応とかね、そういうのはまあ、年齢とともに落ちるものでしょうけど、パワーとかね、うん、そういう決めのスキルって、ずっと磨き続ければね、サビることはないと思うんで、やっぱ楽しみっすよね、鶴谷選手も。このままね、どこまで行っちゃうのか、そしてデビュー戦はね、どうなるのか、楽しみだよね。ということで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。